ました。今日はここ鳥沢駅から散歩しましょう。ここ本当は目指すところは扇山なんですよ、みんな俺たちとは。で裏の山、あ、でも違う、おすすめコースに書いてある今日来たところ30分って書いてあるよ、ほらウェルネスパーク30分で行けるんだ。30分でウェルネスパーク行ってみよう。裏は違うよ、高畑山って。こっちだよ、こっち見てる山がそうだからだよ。あれ、そうだよ、あ、そういう意味だ。で、こっちからこう見ればこっちの山は扇山ってこと。さあ、こんな鳥沢駅行くよ。鳥沢駅はね、この階段が狭いのがねまず一番の見どころだから。見どころ狭いでしょ、ここ狭いね、すごい狭いね、ここ。2人今日向かうところ、現在地ここウェルネスパークあんじゃん。まんじゅう買うじゃん、いろいろはやです。まだ食べないよ、神社で食べる。ここでもらえるってことだよ、多分。鳥沢塾はここなんじゃない、もらえるの、きっと。そういうことでしょ、一里塚あった、ひっそりと鳥沢一里塚あった、こんなひっそりとあったんだ。ちょっと山行く人と反対方向だけど大丈夫だな。どれがこれなの、なんかあんま天然記念物に見えないけど、ほら真っ正面来たじゃん。ここに書いてあるよ、立派な神社だよね。ちょっとすごいよ、見た感じ。でも御朱印ないな。じゃあお参りしようと。とりあえずすごい青空だね、鳥沢に来たから。じゃあここの神社でさっき買ったお菓子食べるよ。来た来た来た、福地、福地って読むのかなこれ、福地八幡かな、福地八幡神社だな、書いてあるもん。古いよ、創建889年だよ。すごいよこれ、電車通ってるよ。おお、里山の電車。手水は出てないっすね、まあ、しょうがないっすね。行きます、お参りさせていただきます。お願いします。なんか書いてあるぞ、参拝できた嬉しい日々、ほのぼのと幸せ気分って書いてある。この木の根っこがすごいな、根っこのご神木だね。あっちも古いね、そこ通っていく後で、ここその前にお菓子食べよう。これね、いろはやさんで買いました。栗まんじゅうと、くるみまんじゅうと、もくじきまんじゅう。じゃあまず、栗まんじゅういただきます。皆さん、これが栗まんじゅうです。食べてみます。はいはいはい。白あんみたいなのが入ってる。ご神木さん、これくるみまんじゅうです。いただきます、栗まんじゅう。くるみが真ん中に入ってます。いただきます。くるみはちょっとあんこですね。もくじきまんじゅういただきます。もくじきまんじゅう結構粉粉してるんですけど、もう粉粉が何なんですかね、これ。あー、中にでっかい栗が入ってる、全部つながりだな。美味しかったな、神社で食べるお菓子最高。まだ全然散歩してないのにな。山が近い。高そうじゃない。じゃあ行くよ、ウェルネスパーク。ここに天神様がいるよ、福地天神っていう天神様が。この後ろね、本当のね、本当の神様ね。
本当の神様がっちり守ってるよね。福地天神行きます。お願いします。でもこのバックが中央道でうるさいっすね。バックが。そしてこの御神木見てくださいね。はい、御神木さん行ってくるよ。とりあえず公園に向かうよ。はい、じゃあここくぐるよ。これは中央道の下です。闇の世界へ連れて行かれる道です。ここを歩くとあなたは闇へ行きます。今こういう状態です。世の中はこういう暗闇の中歩いてる感じで、かすかに遠くに光見えてるけど、あの光のところには到達できない。大多数の人がなぜかというと売っちゃったから。昼間の世界出ました。あっちに山が開けてきたよ。大月方面が開けてきた。住宅地。これ中央道だからね。うるさいね。どうすか、遮音壁の効果。ああ、確かに。ちょっと効果あります？うん、あると思う。すごい坂止まってるけど。すごい。すごい坂だよね、ここ。うん、えらい傾斜のとこだな、ここ。いや、すごい登り。すごい足に来るやつだ。コスモス畑発見しました。よかった、ね、秋を一つ感じられて。何も秋を感じられなかったら困るもんね。今日美しいですか、コスモスさん。秋を感じてください。秋の空と感じてください。綺麗です。そしてこの山並みともいいじゃないですか。これこういう絵が欲しかったよ。こういうカットが欲しかった。富士山見えました。ここまで来るとようやく見えるんだね、富士山が。ここが一番の頂上だね、住宅地としては。こっから先がもう最後の登り。これもう散歩レベル超えてるよ。ハイキングだよ、これ。究極だな、これ。来ました、東ゾーン到着です。さあ、桂川ウェルネスパークやってまいりました。バーベキューね。さすがにこれがないときついでしょ、バーベキューやんの。ちょっと涼しくなったけど、あんまり遊んでる人いないね。これマルシェやってんのっていう。さあ、いよいよマルシェ会場到着しました。うわ、揺れる。揺れてる。揺れてるよ、もうガチガチ揺れてるよ。うわ、じゃあマルシェ行きましょう。はい、何を買うんですか。それは行ってみないと分かりません。アカシアの蜂蜜買いました、マルシェで。本物ですね、これ。さあ、マルシェを散策しております。何か買うものがあるんでしょうか。先ほど買ったのは蜂蜜です。鈴だけだよ、鈴だけ。何ですかこれ。鈴だけって書いてあったけど、こちらを買っちゃいました。ザルです。なんでこんなザルを買ったんでしょうか。さあ、ザルで作ったものはそのうち見せてもらえるでしょうか。そういうことで今日は鳥沢駅から散歩しました。神社駅歩き、そして公園でマルシェ行き、このザルを買いました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。